果実を表現する言葉12、13 どうもボードゲーム実況の裏庭チューブです。あ、裏庭チューブです。裏庭チューブです、裏庭チューブの日々のこれなんだろうね、なんか儀式ね、ちょっと危ないよね。日比野です。はい、そして工藤です。はい、で今ちょっと手が映りましたけどもね、ゲストがなんと2名来ていただいております。ではどうぞ。はい、どうもミッチーです。最近ちょっと出現率が高くてちょっと嬉しいですよね。そしてそしてリーフさんです。はい、お願いします。お願いします。初登場。今日はですね、こちらをやりましょう。はい、こちらです。カタカナーシー。カタカナーシーね。カタカナーシー。はい、ということで、ね、前回しては解説は工藤さんがしてくれるように。そうね、カタカナといえば俺ですよ。ね、ね、無駄にカタカナに従う人。ああ、うん、いるよね。うん、それいわばウェブディレクターだよねみたいな。はい、いきますよ。ということでこのカタカナ足ですね、もう本当にね、ルールは至ってシンプル、はい、もうお子様からお年寄りまで楽しめる、まあ、ゲーム、パーティーゲームの決定版と言っても過言ではないでしょうと。早く説明しますね。前振りが長いのがですね。ね、これ簡単に説明すると、カタカナ語を、まあ、言っちゃダメと、日本語で説明する、まあ、そういう、まあ、コミュニケーションゲームですね。なるほど。うん、もう本当にね、いたちシンプル英語禁止ゴルフみたいなやつ、ね、そう、うん、それをね、まあ、カードで、はい、まあ、やっていこうというゲームですね。うん、もう早速じゃあ開けて、もう本当に、お、それだけ、それだけなんだ。もういいよ。こういうね、シンプルなゲームは、やっていく中でね、そうだね、できちゃうから。ね、現場教育、そう現場教育、OJT ってやつですわ。ね、ということでね、こういうカードがね、裏面には、これ真ん中か、裏面には、数字が書かれてます、でですね、こっちの表面の方は、各数字と、その横に、カタカナの単語がね、書かれています、はい、ね、これを使ってはいけないというわけですね。そうそう、このね、カタカナ語を使わずにこの言葉を説明すると。なるほどね。でまず、初めに、1枚、引きます。これは見せないで、スタート、最初のプレイヤーが1枚引いて自分の手元に、誰も見せちゃダメです、でここに3手ありますので、わかりますかね、この3、数字の3のところに、横にある、まあ、今回だったらバスケットボールですね、バスケットボールを、言葉を、カタカナ使わずに説明する、というだけの、ね、じゃあ早速、やりながら、この3が得点だったりするんですかね。いや、これは関係ないです、得点は、得点はもう1枚につき1点、さっきじゃんけんして、1番手は日比野さんということで決まりましたんで、そうだね。日比野さんから、言っていただきたい。毎度毎度してないんだけど。誰かがしてんだよね、これね。代役がね。そう。はい、じゃあいきますよ。はい。はい。5ですね。そう、5番ね。5番の説明しましょう。これは野菜を混ぜ混ぜしたやつですね。サラダ。ではなく、ちなみに回答権は1人1回。あ、そうなんだ。大量には1人1回です。もう終わったんですよ。これが、お店で売ってて、これを使って料理を作るとすごく簡単にできる。野菜が入ってる、その袋みたいな。ガントサラダじゃない。長谷の麻婆春様じゃない。もう書いとけないもんね。知らないよ、ね。ね、そう、野菜がいろいろ入ってる、この野菜の詰め合わせみたいなやつ。冷凍であったりとか、
ミックスベジタブル。正解。あ、本当に？本当に？そんな長いの？本当だ。本当だ。へえ。やった。これがポイント？そうです。回答者と、お題を出した人が1点ずつ。これは私のポイントですね。そうです。まあ1人1枚1点なんで、数字関係なしに持ってください。はい。というね、こんな感じで進んでいきます。1人1回なんでね。これはあれですよ。数字がね、6まであったでしょ。1から6に行くにつれ、多分単語が難しくなるじゃないかなと俺は踏んでいる。確かに難しかったね。で、次のお題を出す人は、正解した人なので、リーフさんだね。はい、リーフさん。5だ。難しいやつ。難しいやつ。難しい。これは難しいか。本体についてくるもの。オプション。あ、当たり。おお。やった。やったぜ。今俺まっすぐ付属品って言おうぜ。ただしか考えじゃないっていう。いや、でも今のは分かりやすかったな。ああ、だね。すごいね。2番。紐を英語で言ってください。ロープ。正解。わーちょっとロープで、ロープで、じゃあ言っていただきます。はい、じゃあ俺から。あ、これなんかお誕生日とかにおめでとうって言ってクラッカー。正解。すごい、すごい。あ、セット。あ、ありがとうございます。すごいな。クラッカーが一瞬で出てくる。すごい。パンってパンもダメなんだね、カタカナ。ああ、そうか。一番苦手な人が多い野菜。ピーマン。緑色でピーマン。湾曲半円型の茎を持っている緑色の野菜で、苦味が香りが結構強くて苦手。ゴーヤ。違う。半円型の。半円型の。ゴーヤみたいに丸くないんですよ。半円で、なんか中が空洞で、くずってやつ食べにくい。中が空洞で。やつ箸みたいな、こう、焼いたやつ箸みたいな。焼いたやつ箸？焼いたやつ箸。茎が長くて、緑の、焼いたやつ箸。これちなみに答え出ない場合は、まあ、あの再チャレンジでもう一枚引いてチャレンジできるんだ。ミッチー解答権を残してるけど、アボカドって言いました。あ、いた。あ、じゃあもうみんなただ沈黙するのが。もう一回引いて。そうですね、これはじゃあ捨てましょうか。で、もう一枚。なるほど。ちなみに今何だったの。あ、で、分かってきました。何だった？何だと思った？俺ゴーヤって答えた。ああ、けど何だと思う？その後分かった？いや、全然。アスパラガス？セロリ。あ、セロリ。確かに、確かに。嫌いだね。断面こうなってる。ああ、焼いたやつ箸だわ。焼いたやつ箸だわ。確かにやつ箸だ。次行きます。葛藤。ジレンマ。あ、おお、すごい。ほう、それでやっぱり。ジレンマ、あ、そうか。まだ全然。あ、二番ね。嬉しくて、嬉しくて、帰り道にするやつ。正解。なるほどね。なるほど、なるほど。苦労しならような感じですか。褒められてるんだね、これね。一応そのつもりで。そのつもりで。さあ、3番。難しい。俺の4点あるよ。4点あるよ。今、ミノシが3ポイント。リーフさんが4ポイント。4ポイント、ミチ1ポイント。相手に緊張を促す行為。緊張を促す行為？緊張させるというか。プレッシャー。あ、正解。おー。なるほど。パワハラかと思った。パワハラかと思った。プレッシャーといえばリーフさんですからね。難しいか。パスタの一種で真ん中に穴が開いている。あ、ごめんなさい。
そうそうですか。そうだった、そっか。なんだった。今パスタって言ったから。ああ、お、うん、これあるあれです。指摘した人は1点。うん、あ、そう。で、次の出題者になります。あ、そうか、全然何の、全然気づかなかった。穴の開いてるパスタがブカティーニ。そこに行きな。マカロニ。マカロニ。あ、マカロニか。全然気づかなかった。まあ、気づかなかったらそのままね、いけますから。うん、刑事ドラマとかで、うん、犯人が、犯人というか容疑者かが、逮捕を免れるための条件っていうのかな。え？これがあるから逮捕できない。アリバイ？正解。おお、すごいな。あ、すごい。なるほど。いやー、頭使うね。映画とかゲームとかによく出てくるような、うん、死んだ人間ゾンビあたりよしよし、みんな、みんなすごいな、バイオハザード。俺が、俺だね、うん、2点、2か、2難しいな、うん、あのね、うん、果実、うん、を表現する、うん、言葉、うん、12、13なるほど。12、13、ジューシー。なるほど。ああ、そうか、俺が言ってんね。これ、日比野さんがね、うん、中学校時代によく言ってたんだよ。いや、それね、友達を真似したの。あ、そうなの？そう。なんか腹筋をしてて、12、13、ジューシーっていう超今考えがくだらないんだけど、それで笑って腹筋がよし、じゃあいきますよ、はい、野球でよく出てくる言葉、うん、アウト。あ、正解。なんで君うちでかかったの。いや、結構今手ずっぽだったストライクがアウトかなと。ああ、なるほどね、まあ確かにね。運動した後に飲むといいね。プロテインじゃない。ガチの人がガチの人。運動した後の水分補給に飲むといいから。スポーツドリンク。正解。ああ、なるほど。プロテインは本気の人や。ガチ勢。さあ、どんどんね、はい、10点にみんな近づいてるんじゃないですか。うん、リーフさんが7点、リーフさんが、7点、で、私も7点ですね。私は1点、ミッチさん4点ということでね、うん、まだまだ逆転のチャンスあります。そうですね、あ、はい、出ました。ここでね、イベントカードっていうのがありまして、ね、こういう、まあ、指示が書かれたカードがあります。ほう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 。ね、今回のイベントカード声を出さずに身振り手振りと口の動きだけで伝えよう、うん、っていうのがあります。工藤氏がやるんだよね。そう、あ、私がやります、うん、で、これね、うん、今 YouTube 撮ってますけど、うん、我々ちょっとあまり体が出せないじゃないですか、うん、ここだけで完結しなければいけない、うん、ねえ、ということですもんね。やってみましょう。できますか。やってみましょう。了解です。1 1 さあ、なんだろうね、身振り手振りと。高3 高3、高3なんだけどさ、うん、ダメだった場合、チャレンジや、再チャレンジや、うん、無限ループじゃね、これ。ちょっとこれはちょっと、なんだ、我々のスタイル的にかなり厳しいので、うん、今からちょっと見なかったことにしよう。じゃあもう一回いきましょう。
ね、さっき何かあったのか、うん、あ、はい、何ですか、何ですかこのカード編集済みやんけはい、イベントカード、イベントカードって何ですか、イベントカードと、このカードが出たらですね、この、うん、ここに指定された通りにですね、うん、説明をしなければいけない。今回ですと濁音半濁音なしで、カタカナを伝えなければいけないということですね。工藤さんそうなりますねひひのさんはい、はい、3番、丸いものを、丸いものを、ついて、丸いものをついていくわけですよ丸いものをついて、バスケットボール。正解。よく分かったね。いや泳がせたかったいやゴールも言えんやん、うん、ゴールはそもそも言えんのか。これは、うん、これはもう、うん、あの見なかったことにしよう、うん、ちなみに濁点ついてたよね。え、あ、ついてた説明中さあ2番高い建物に設置されていて、上下が楽な箱。エレベーター。正解。あ、なるほど。あ、これあれじゃない？9対9。正解。だから日比野さんが正解すると同点ですね。そうですね。他の2人が正解したら10点だね。まあ、YouTube 的にはそうですよね。ゲストだもの。ねえ。ゲストですもん。なんと最終問題は10点。10点。ねえ。ということですけども、さあ、はい、誰にでも勝利のチャンスがある、うんうん、あ、チャンスまだ始まってないから、そうだね勝利の好機がございます。ということで、じゃあ行きましょう1番、丸いお菓子クッキー残念ヒントそれだけ、ま、丸い、丸いんだけど、丸いというよりは、真ん中に穴が開いてる先に言ってあげてよ先に言ってあげてよ、それ真ん中に穴が開いてます、真ん中に穴が開いてる、なんとか現象とかいう言い方もするよね。あれだね、都市部じゃなくて、そうその周辺に人が集まりますね。そう、うん、あとあの未確認飛行物体で、この方っていうのが、はい、ありますね、あとは何でしょうか、もう分かってんだろ分かってたろいや、ゲストに勝ってほしいじゃん。まあ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 ね、もうなんだろう、ゲストに勝たせるか俺に勝たせないかの二択みたいな感じに今なってるそうだね、俺が失敗して言ってしまったらね、そうだよね、その手があるよね、お前らドーナツね、正解正解ということで、はい、お互い10ポイント集まりました、はい、これはじゃあ2人勝ち、2人勝ちです、2人勝ちですゲストを差し置いて、はい、ということで、ということでね、カタカナ足でございました、はい、本当にね、だから、ね、2,3 人集まったらもう、チャットできて、チャット楽しめる、ね、冒頭で子供からお年寄りまで楽しめるって言ったけど、ちょっとお年寄りは難しいかもしれんな、言葉が出てくるな、カタカナもな、あんまりな、判決とか言っちゃうしなさて、はい、じゃあ最後、まあ、せっかくなんでね、このゲームになぞらえて締めましょうか、ああそうです ね、ワールドワイド裏には、我々のサークル名ですけど、サークル名サークル名そんないいもん、団体名ねそれを、これ全部イベントカードです、
このうちのどれか1枚になぞらえて工藤さん解説してもらっていいですか。勝ったのに勝ったのに俺も勝ったから。ああそっか何その圧力これじゃあいきますよ。え、お願いします。これで単語だけで、単語だけ、単語だけで、単語だけで説明して、単語だけで、日曜、うん、不定期、うん、不定期、不定期的、違う、不定期不定期、ありがとうございました。 お遊戯番組納得いかない